はようございます皆さん。最近は5時半オープンでしょうね。動画見たいですね、うん、皆さん5時半にオープンしていますので、はい、ちょっと見てください。また緑が悪いこと考えちゃったよお前、本当にお前、俺の影の散歩。いや違います。何はい、何つった？ペコちゃんが、はい、動画公開してる今。ファミリーチャンネルやってますね。チャンネル名何？佐々木ファミリー。佐々木ファミリー、まあリンク貼っとくんで。はい、が何、動画を自分で編集しとんの？そうですね。そんな時間あの人あるのって怖いなお前。私じゃないです。で、あの子はあの子供ちっちゃいから、ちなみにもともと正社員だったんだけど、はい、今あのアルバイトじゃないんだけど、あの管理業務を月間いくらって、まあ、金額ベースなのか件数ベースなのかで、はい、確か1000万の何件みたいな感じなんだわ。それぐらいの目標で月間これぐらい払いますよっていうね。だから子供連れてたりもお客さんがいいっていうならいいよとか、はい、それから夜行かなかん時もあれば朝早く行って自分で回して子供もやりなさいよっていうね、うん、やってんだけど、はい、動画編集してそんな時間あるんですかって言ってたお前。言ってません。あ、お前怖いわ。いやいや絶対ペコちゃんサボってますよねって怖いわ。それ動画にしましょうって怖いわ。緑全部社長の言葉です。なんでや、お前だろ、お前ってことにしとけよ。エンターテインメントでいいんだよ。エンターテインメント。エンターテインメント。エンターテインメント。で、まあ家におる方は調査入れようかと。はい。入れようかしか。よし、皆さん。自分で自撮りでね。手元だけ撮っとくか。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日って出勤動いてますか？あ、今日は在宅です。あ、そうなんですね。はい、なんかありましたか？あ、ちょっともし本社とか出勤してればちょっと動画撮りたいなと思ったんですけど。あ、今日はちょっとお客さんと電話とかでちょっと在宅で。あ、わかりました。です。ちょっとまた機会があるときに連絡させていただきます。はい、わかりました。ありがとうございます。すいません。はい、ごめんなさい。はい、失礼します。はい、失礼します。いない時でお前昼下がりのジョージかお前、あいつ言ってたの聞いた、はい、昼下がりのジョージ、昼下がりのジョージ、ジョージさんお前11時17分だぞお前。ジョージだよお前、はい、イケメンまさかのショックじゃん。さすがに怒られる。子供だろ、はい、子供です。家におるな。はい、ちょっと怪しい感じだったな今な。言ってみますか。怪しいとかでも働く義務ねえんだけど、別にやってことやったらいいんだけど。そうですね、まあ、面白いで言ってみようか。はい。ちょっとイケメンにも電話するか、さすがにな。そうですね。 お前の携帯もジョージさんか。どれがジョージだよ、まあ、おーおー言ってたよ今携帯が。おー言ってたよ。何この音。多分そっちですね。あ、こいつ？はい。アイコスか。アイコスだ。このアイコス炎上しろ。じゃあイケメンに確認して。はい。まあ一応さすがにな。はい。叩かれたくねえよ俺も。旦那の許可。一応嫁は旦那のモードでな。まあ、そうですけど。俺のモードじゃない。もしもし。もしもし。もしもし。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。雨の中ご苦労様。あ、で、奥さん今最近動画上げとるやん。あー、チャンネル動画自分で編集しようだろあれ。ほんでそうっすね、うん、ちょっと疑惑が出とんだ。疑惑が、疑惑、あいつ現場管理しんどい、家でばっかサボっとんちゃうかって。で編集ばっかしとらんかな家でって疑惑が出てるんだわ。だけどきっちり現場管理もしとるでな、まあ視聴者の皆さん。まあこれはネタだでね、視聴者の皆さん、これはネタだでね。動画回ってる感じですか今。もちろんです。動画回ってないとお前らみたいなやつだと俺下々と喋らんから。管理職級じゃないと俺喋らんから、カメラ回ってないところは。ひどい。
それやばいね。俺もやばいなと思ったもん今。荒波があるかって。そう。ちょっといい？突撃シーン。どこにすか？だから お前ん家に。家にすん？もうちなみに調査済みだね。前お前の奥さんスーパーでつけ回したら視聴者にめちゃくちゃ叩かれたから、今日は旦那の許可を取ろうと思って。いい？僕は全然大丈夫ですけど。ちょっとお前の嫁が家で何しろか見てくるわ。もうお前の許可取ったで、お前にもう用はないで来るわ。よろしく、頑張ってな。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、失礼します。めちゃくちゃですね。当たり前だろ。何がイケメンペコちゃんだこのクソ夫婦のバカ野郎。家に入ったんだなお前ら。はい。おはようございます。電気代のことで来たんですけど。はい。ちょっと待ってください。気づかなかったか。確かに気づいてないな。おはよう。びっくりした。これしといてよかった。NHK ぶっ壊すぞ。はい。怖い、何ですかもう。NHK ぶっ壊すぞ。NHK は壊さないで。お前昼間から仕事やらんと何やっとんだお前これ。あ？もう心臓がやばいですよ。毎回もう。そう、いや旦那がさ、嫁が家でちょっと昼間から成就しておるとかんで、家チェックしてくれって。男家でちょっと常時しろあいつ最近綺麗になってきてるもんなって。あいつ YouTube やりたいって言った時点でおかしいんだよなって。どんな疑い気なのか最近男いますよあいつって。やだちょっと入れさせてよ。入れさせてよ。俺が来たんだったら入れるしかねえだろ。もう家はどうぞ。頼むわ。家はこれだろ。なんであら、緑ちゃんまで。緑おるよ。ご丁寧に。寝たねえで今日雨だし。来たよ。もろ休みの感じで。うん。お前仕事してねえんかお前。いや、在宅ですよ。あ？在宅で。在宅なんかねえんだよお前。罪悪だよそれは。罪悪。三大罪悪だよお前。三大罪悪。それは俺。そう、じゃあ、まあ、外で撮ろう。じゃあ外で。車の中だったらいい。あ、このままでいいです。ああ、いいよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。鍵開いた瞬間、開けたか。開けちゃっていいだろ。あ、久しぶり。お邪魔します。お邪魔します。違う違う違う、お邪魔しません。行ってきます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 ってね。こんにちは、リコさん。こんにちは。綺麗にしとるじゃん。ちょっと家見さしてよ。じゃあダメですって。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ここまで、ここだけです。ねえ、久しぶりだね。お久しぶりです。久しぶりしね。あ、マスクしかなかった。まあ一回車にしよっか。じゃあ車でぜひ。おい、家入れろよ。家はちょっと、ね、びっくりしちゃうね。いいね。おじさんほんと怒ってないよ。ネタだからね。ネタだからね。おじさんネタだからね。大丈夫よ。びっくりだね。家の中に入る予定だったんですか。家もう入ると、もう旦那の許可も取ってる。勝手に、何にも連絡来てない。旦那連絡、絶対連絡来てるんだよ。お前、もう顔見たらすぐ分かるな。いいっすか、本当っすか、だめて。全然でしょ。動画の上げとるよな。始めました。ちょっと宣言しろよ。俺にも内緒で。始めましたお願いします。で、どんなやつあげたの。でも本当にまだなんか4本ぐらいしかあげてないんですけど。あれ自分で一緒なんしかも。自分でやってます。それはすごいな、はい、でもだからちょっと、まあ、まだ実感、あの何ですか、編集も自分でやって撮るのも自分でやっての、うん、
仕事の合間で編集してとかでやってるから、うんうん、動画の上げるスパンはやっぱちょっとまだ悪いですけど、うんうん、あ、3日4日1本ぐらいは今のところで4本ぐらいは上げました。一人で撮って一人で編集、何でも出るんだ。あ、そのなんか企画があれば。でも今のところは1本しかまだ出てないです。私の誕生日の時に2人で夫婦時間っていうので、うん、そう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 、あの子供も、親が、親が子供を見てくれててサプライズで2人での時間を作ってくれたんで、親が、うん、それで2人でちょっと出かけるっていうのを当日の朝知って、うん、じゃあ急遽撮ろうみたいな感じで、うん、あ、マジな、1本急遽親がこうやって時間作ってくれんと、 そりゃそうだよな、子供3人ぐらいな。うちの親と、うん、カンタとでそのやり取りをして、うん、その作戦じゃないですけど考えててくれたみたいで、うん、あ、サプライズ的な感じですね。ですです、はい、これ全部カットいい話全部カット おーってなったよお前、おー、いい話じゃねえかびっくりしたよほらお前、いいじゃないですか、やってバカ野郎お前、いい話じゃねえかよ、おー、思わず喋っちゃうとこだっていいじゃねえかよ俺はこの野郎、いいじゃないですか、おっとバカ野郎、いい話はまたキャラが熱いな、熱いな、キャラがもう何この人みたいな感じの目で見てますけど、それでしかまだ1本で1本しか出てないですけど、まあでも後々休みの日に撮ったりするのは、まあ家族で撮る予定なんで、まあブレブレになっちゃうけど、そのうん、なんていうんですか、チャンネルの内容、ブレブレじゃないじゃん、そういうね、練り替え道場もブレ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 にブレとるやんだけどまあそういうもんだよね、そこに注目してるから、別に練り替え道場もみんなの成長に注目してるから、笑いあってもいいし、ね、真面目な話もあってもいいし、だからね、その家族っていうものに注目してるから、まあいいんじゃない、それは。なんか結構主婦、多分練り替え道場から来てる視聴者さんもいるし、うん、そうじゃなく単純に主婦の方も、うんうん、多分来てくれてて、うん、でコメント同じぐらいの子供がいますとかっていう風にコメントくれたりとかしてるから、うん、両方の今路線じゃないですけどで結構コメントくれたりするんで楽しいです。そのじゃあシフトも紹介しろ。シフト？シフトも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 ね。お迎えしよう。お迎え。お迎えお願いします。お迎え。そしたらこれ宣伝するわ。そうすると今までのいい話全部買った。ちょ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 。ちょ俺が中心にやってるやつしか使わん。あ、ごめんね。嫌な顔しちゃったね。びっくりだね。何ヶ月？今もう1歳5ヶ月になりました。まあ、それでよう働いてるんだね。もまあ楽です。楽っちゃ楽なんで、この子自体がその手がめちゃくちゃかかるかって言われたら、うん、そうじゃないから、うん、まだそうやって連れて働いていいよって言われると、うん、その時折ですけど連れてって、うん、蹴るところは連れてって、うん、お客さんにもめっちゃ可愛がってもらったりとか、ああそうだよな、してなんか、あ、可愛い子連れてきてくれてありがとうとか言って、うん、癒されたって言ってくれる人とかもいるし、うんうん、なんかちょっと新しい仕事のやり方を見つけました。だからあ、でもそうだよな、やることは やって、ね、別にそういうもんじゃん、なんか中小企業の夫婦でやってる人たちみんな当たり前にそんな、うん、そんなもんじゃん、夜もそうだしさ、そうですね、それはいいと思うけどな、別に YouTube 始めてからは、うん、コメントでそのじゃあ一緒ですとか、うん、頑張ってください、その塗り替え道場の視聴者さんは、うん、なんかさ結局カンタのことを知ってるとイケメンさんはじゃあ外で働いてて、うん、奥さんはそうやって家のこともやってすごいですねとか頑張ってください、うん、応援してますとかってコメントもらうと、うん、なんか自然と、あ、分かる分かる分かる、別に苦じゃなくできる気持ちになる、モチベーションになるっていうか、あ、苦じゃないなみたいな、嫌じゃないなっていう感じになるから、うん、ひょっとしてこれはいい話なのかひょっとしてこれはいい話なのかなかなかといい話をされるんかこれは違う、ちょっとキャラが違う、キャラがもうなんかブレブレついてでもいや、びっくりしちゃうね、ここがめっちゃびっくりしちゃう、すごい顔してるよ、何この人みたいな、見たことないみたいな、まばたきしてねえし、もうびっくりしすぎた、もうガンミちょっときついもらった、いや、ありがたい、ちょっとつまらなかったけど、まあ閉めるかまた突撃来るね、もう突撃すぎてびっくり、いつか突撃が成功するように気にしておいてよ、2度目ですね、突撃、1回目はあの休日で突撃されてるんで、それはなかったんちゃう、それはあの時は編集長見てただけですね、ああそうかそうかそうか、見てただけか、
土初発の時です、ね、俺も一発入らせろよでもあの時も家の中入れてないですか、ね、あそうそうこの帰宅が出たのはそもそも宅飲みしょっただろう。あそうですお前俺呼んでねえやんけと思ってめちゃくちゃ嫉妬してましたよすごいですねあれライブするとコメントの名前も全部出るじゃないですか、うんうん、小林克信が3人ぐらいいるんですよ。3、4人いて社長来たみたいな。でも絶対社長じゃないって分かってるから、うん、なんかもう家の下だぞみたいな、なんで呼ばんのだみたいなコメントとか結構入れてきてて、うん、なおちょくりじゃないですけど多分そのノリなのか分かんないですけど、うん、同じ名前の人が3人ぐらい、うん、英語の人とかなんかひらがなの人、うん、漢字の人みたいな感じでなんかいるんですよそう、それでなんか言ってたけど、うん、絶対社長じゃないでしょみたいな、そんな直接電話かかってくるでしょみたいな、確かにミッチーくんはとか、うん、ミッチー呼べようとか、うん、寺西呼べようとか、なんかそういうやつばっかりだったんですけど、一緒にもう参加しようたんだ。あ、私も参加してました。あ、見てないよ、あのサムネには入ってないじゃん。あ、サムネはあれ、なんかカメラ撮って、うん、カメラ側にいました。あ、そういうことね。そうです、写真に間に合わず、うん、なんか最初のよく私もそうです、ね、初めてやったんでわからんくって、うん、初ライブだったんですよ。今までライブ一回も出てない、出たことないから、うんうん、出てよライブ。やってないですもんね最近ライブ。いや全然やるよ、もう今日あのライブやるために契約のプランも書いてもらう。そうですね、そう外でも現場でやれるように、はい、現場ライブやろう。現場ライブ、お客さん OK なところ。あ、お客さんと一緒にってことですか。例えば12時から1時とかさ、昼の休憩しかないので、それ結構面白いかな。職人と、あ、そうそう、それがあるから、あの現場ライブとかをちょっと突撃やろうと思うんで、はい、チャンネル登録者してくれとるとライブってボンって出るじゃん。あ、通知が来るんですね。そうそう、だからぜひ登録してもらったらさ、あのライブやった時に出てくるから、ちょっともうゲリラ的になっちゃう、お客さんの許可と職人とのもう全部が合わさった時しか現場は撮れないから、はい、現場ライブって足場とかもめちゃくちゃ面白いじゃん。そうですね、でもうその場で消しちゃうやさ、リアルタイムですもんね。そうそう、少少ね、安全帯とかさ、ね、まあ、少々の、まあ、もろもろの件も含め、大きい声では言えないですけど、大きい声では言えませんがまあまあね、安全な作業を心がけて、うん、ライブやれるじゃん。で、その時しかもうやんないから消しちゃうから、はい、本当に楽しんでもらうためだけ、うん、職人さんの楽しみを作ったのかなと思ってるんで、うん、いいですね。はい、そんな感じか。はい、つまらんな。つまらんって言われちゃったよ。何やった？あ、佐々木ファミリーチャンネル。佐々木一家昼下がりのジョージ。そうか、うん、はい、ぜひまた呼んでください、ライブも。じゃあちゃんと仕事もらう。仕事はでもバッチリやっとるの、はい、まあ、や、今はやっとるなら、うん、あのこなせてると思います。視聴者の皆さん、はい、じゃあまた俺社員をいじめるつもりでしたけど、社員いじめなかったわいじめられないようにあの、うん、頑張ってます、うん、あ、そうだよな。そうです、まあ、落ち度がないように、まあ、みんな結構ちゃんとやってるのよって言うよ、うん、でまあ変にやっぱサラリーマン風の人だと変なこと言うのはやっぱ、うん、なんか家におるんじゃないかとかさ、どんだけ出てんだとかさ、でもそう関係ないもんね。私が言っちゃダメかもしれないですけど、やることさえやってればっていうところではありますよね、ちゃんと。で炎上しんように電話とか、炎上というかまあ今やっといったら5分で終わることを、後にしたらわざわざ行かなくなる、これ行かなかあれ行かなか、郵送で間に合うもんで自分で手で持っていかなかとか、塗料がもう足場かかっとんのに色決まってないと、もう現場行ってすぐ決めに行かなかとか、早め早めの時は時間って上手に作れるもんな。まあそこだよな、まあそこの 甘えんようにやってるんだよな。はい、よろしくお願いします。お願いします。いい話になっちゃいましたけど、まあ佐々木チャンネルをよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。バイバイ。これで俺の好感度も上がらない。